枠内で関け、大の里が優勝し、重量では西11枚目の御琴富士が優勝。大相撲は、ダイソン時代に突入するのか。関係者の間でも注目を集めるようになってきたが、読みとしてはパワフルな吸引力の掃除機と同じ、ダイソンではなく、タイソンだという。各界のライバルといえば大鵬と柏戸の、白鵬、白鵬、時代。 輪島と北の海の、リンコ、リ時代。北の富士と玉の海の、北玉、北玉、時代。古くは栃錦と初代若野花の、土地若、土地若、時代。などが知られている。写真、秋場所の向こう上面に、まり石の着物美人が、聖火に着る薄物で観戦していた。 昔からライバルが出現することで高い人気や歴史的な記録が生まれてきた。令和の大相撲で注目される大の里と孫富士。二人は学生相撲出身だが、孫富士は大の里のライバルになり得るのだろうか。貴景勝も引退して幕内の枠が空き、再入幕の可能性が。枠内と重量との違いはあるが、秋場所は共に13勝2敗で優勝。 孫富士は今年3月場所で110年ぶりとなる新入幕、幕尻、優勝を飾っている。大の里にもできなかった快挙だったが、優勝を決めた3月場所先週楽に右足首の怪我を抱えながら強行出場したことで、翌5月場所を全休。復帰をかけた7月場所前の稽古場でも左大胸筋を怪我して休場したため、重量回まで番付を下げていた。担当記者が言う。 秋場所は十両西11枚目で13勝したことで再入幕になる可能性が出てきた。幕内から十両に転落するのは白熊、北の若、武将山、金峰山などで、貴景勝が引退したことで4から5枠は十両から上がることができそうだ。十両は勝ち越している力士が少なく、東筆頭の千代翔馬、10勝5敗、2枚目の時早手、9勝6敗、年し、 9勝6敗、東8枚目の朝紅流11勝4敗、に続くのが孫富士、13勝2敗、となる。来場所は孫富士の再入幕の可能性が出てきた。学生時代の直接対決は孫富士に軍配孫富士が優勝した3月場所では、10日目に大の里と全勝同士で対戦している。共に髪の伸びるスピードが出世に追いつかず、 ちょんまげのみことふとざんばらの大の里の一番だったが、右はずで押し上げながらもろ差しとなった孫富士が押し出しで解消している。相撲ジャーナリストが言う、鳥取城北高から日大に進んだ孫富士に対し、一学年下の大の里は海洋高から日体大,大に進んだ。高校時代は団体戦で対戦しているが、個人での直接対決は全日本大学選抜相撲。 日大二年の三琴富士が日体第一年の大の里を突き落としで破っている。ただ、大の里は二年連続で天横綱のタイトルを手にして幕下十枚目格付け出しデビューしているが、孫富士はタイトルを手にできず前相撲からスタート。序の口、序二段、三段目、十両とすべて一場所で通過したが、幕下では通過に四場所を要した。 そのため新入幕は大の里に先を越されることになった。ただ、先に幕内最高優勝を果たしたのは苦労人の御子富士。怪我を乗り越えれば大の里を脅かす存在になることは間違いない。大の里と孫富士の記録で際立つのが通算成績の勝率である。史上最多の幕内優勝回数を数える横綱、白鵬、現、宮城の親方の通算勝率は、 828、121場所、平成の大横綱、と呼ばれた高野花は、752、90場所。キャリアはまだまだ浅いが、大野里は通算9場所で、756、孫富士は13場所で、866という高い数字をマークしている。大の里と孫富士を中心に世代交代が進む各界。 大の里と同じ2000年度生まれの力士には平戸海、阿武国、北の若などがいて、孫富士と同じ1999年度生まれには宝章流、王鵬、白熊、狼が、琴勝峰がいる。大の里のさらに下の世代には熱海富士や白王鵬などが控える。大孫時代、の新たな各界の景色は、今とは大きく違ったものになりそうだ。